なと。お疲れ、バイバイとして来ました。めっちゃ感動して嬉しい、ありがとう。見て、この間あのライジンさんの時にいただいたヨギボーちゃん、これを使ってます。しっかりとメイクさんオンジョン用のやつ持ってた。でも02番しか持ってなくて02番借りたんですけど、めっちゃ良かったです。ちょっと4番も使ってみたいなと思いました。ヨギボーちゃんです。なんかせいちゃんも持ってきてたり、あと全然そのメイクさんまた別のね、普通にその時にやってたメイクさんとかも大阪っぽいもの。三ツ矢サイダーを飲みました美味しかったです。三ツ矢サイダーを飲みました。はい、めっちゃ美味しかった。三ツ矢サイダー、三ツ矢サイダー飲んだの、美味しかったの。あ、ちょっとだけ凍ってる、嬉しい、やった。よし、凍らせよう凍らせよう。さっきのゼリー、朝ごはんはさっき見せた野菜とか。まさかあのパルコで AKB を見れると思わなかったからほんまに感動。そんなあれなんだ、なんか初めてパルコ、まずどこパルコって感じ明日の奈良参戦するのでめっちゃ楽しみ。え、嬉しい。今宮行きたいですね、本当に多分行けないけど行きたかったです。公演どうでしたか？めっちゃ楽しかった。イバジェンさんハートありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかった。今宮は怖いとこだから気をつけ、いけないんですけど多分時間的には。キャリー破裂しそうなんか私あのサンダル女だから、そう、靴をね、どうしてもね、そのレッスン靴を持っていかなきゃいけないんですよ。だから本当にパンパンでさ、キャリーケースが今。ちょっとだけ前髪アイロンしよう。もう一回ぐらい出張公演行きたい。追加公演とか聞いてない。いや、沖縄で終わりですはい、ハルピョンは本当に器用だな。え、器用じゃないですよ全然、マジで不器用、不器用ピ、不器用ちゃんです。私は今日はお団子ヘアにしてました。はい、お団子ヘア、たこ焼きヘアにしてました。そう、熊本来て行きたい。熊本も行きたいし富山も行きたい、本当に。そう、なんか改めて思う、なんであの時さ北陸って言っててさ、なんか全然さ3日間で回る場所じゃないよね、アコミッツってなんかちょっと間違えてるよね今思えばね。全然と、あの楽しかったけど、ちょっと配信用に前髪綺麗にした。アイロンうますぎて草。いや違うの、これがね細細アイロンちゃんなんですけど、マジで前髪と触覚をやるには本当にベストのアイロンなんですよ。そう、あ、ご飯は行ったけどあのアルコールは飲酒してないので安心してください。三ツ矢サイダーを飲みました
全部で移動時間、だって長野から新潟まで4時間かかったからね。すごいよね、4時間バスで揺られながら途中で休憩あったけど、もう本当に今考えたらマジですごい。弾丸酒気帯びハルピョン、え、ごめん、三ツ矢サイダー美味しかった。三ツ矢サイダーとお水を飲みました。はい、でこの後私はお風呂から上がったらこちらを飲む予定です。明日もあるので、お弁当のツイッターというか、お弁当のあのなんていうんですか、ポストはまたするんですけど、はい、551のお弁当でした。え、すごかったです、本当に美味しかった。健全アイドル、はい、橋本さんは健全アイドルです。あ、でね、その帰り道にガチャガチャしに行って、みんなで私は配給がなかったので、なんかウサギのウサギとサメのガチャガチャをしました。シュモクザメが出た、かわいい。大阪お土産、あ、ポッケ、ここのあのズボンのポッケに入ってます。大阪土産、かわいい。そう、ウサギとシュモクザメのキメラ、かわいいでしょ。肉団子美味しかった。なんかさ、なんかベタベタする。さっき、あ、わかった、私これこぼしたんだ、さっき。あの、何でしたっけ、ゼリーの、あ、ドボン、ママにあんたそろそろドボンのコメント変えなさいって言われたんだった。エビシューマイも入ってた、美味しかったです。ワイファイ、映らないようにしなきゃ。危ない。551美味しすぎて日高屋座満足できへん。美味しかった、かわいいでしょこれ。ピョンサメ、ハルピョンのレスは格別だった。嬉しい。なんとなくお酒を飲んだんだなってことは分かったんだけど、何のお酒を飲んだのね。うちの話今聞いてた。うちの話今聞いてた。もう一回喋った方がいい。 AKB48 ね、ね、三ツ矢サイダーしか、三ツ矢サイダーと水しか飲んでないって言ったよね。でこのあとリンゴジュース飲むって言ったよね。本当に飲んでないです。明日もあるから、マジで飲んでない。ほら見て、嘘ついたことある？バイバイの更新。え、本当に見てこの顔。さっき行かないたびの YouTube 見てた。ハルピョンコメント欄の人気高くて嬉しい。え、私も嬉しい。ピョンのレスもらうためだけに公演行くまである。もう最高、いっぱい送るね。熊本ね、いつか待っててマジで行きたい。
あ、自分が酔ってるから酔ってると勘違いしてるんだ、うちのこと。マジでうち酔ってないんだわ。新幹線で飲酒なの。え、本当に。でもさ、おもろいよね。大阪にいた人がさ、東京に来てさ、でピョンを見るために大阪に戻んの、おもろい。劇場じゃなくて大阪でピョンを見るの、おもろい、マジで。でも見つけて、なんかやっぱあのいるよって言ってた人が、そのいたら嬉しいっていう気持ち、なんか見つけれたら嬉しくなる。そういるよって先に教えてくれてた人がそこで見つけれたら、あーってなる。そう、大阪は東京よりあったかい。え、あの東京わかんないけど、今今の東京の気温わかんないけど、大阪はあったかいです。普通に全然あったかい、あったかいっていうか普通。明日家から30分くらいのところに来るのに予定合わなかったの、本当だね。ピエン、マジでピエン。見つけてもらえるように頑張る。え、絶対にピンクとさ白のサイリウム振って、そしたら絶対にわかるから。絶対にピンクと白のサイリウム振って 100% 見つける。東京今日寒い。東京知らないんだよね、うち。本当に東京の寒さ今知らないんだよね、うち。明日もあるので15分だけやって寝ます、ピョンは。ならね、なんかいっぱいいっぱい奈良でコールしてくれると嬉しいな。ならいっぱいコールしてくれるとハイピョン喜びます。普通にミックスとかもいっぱい打ってくれると喜びます。全然なんかなんて言うんだろう、もちろんハルピョンのコールもいっぱい欲しいけど、でも全然いっぱいミックスをいっぱい打ってくれると喜びます。沼公園はかっこいいハルピョンいっぱい見れるから幸せ。え、嬉しい。でもさ、今日さ今日さ、昔のピンクティーの生誕で参戦だったらマジで、マジでわかる。めっちゃ見つけれる絶対。あのピヨン、ピータローでしょ、絶対見つけれる。今日コール多いなとか歌いながら感じる。はい、なんかマジで私の生誕祭の時は本当になんかコンサートかと思うぐらいすごくコールが大きくて本当に幸せでした。今日ハルピョン、ハルピョンはミックス口パクかな。そう、ミックス口パクしてた。なんかみんなミックスわかんないかなと思って口パクでミックス売ってた。そう、ここで言うんだよっていうのをねよりわかるようにしてました。まあ出張公演だからね仕方ないじゃないですか、やっぱり。お、1994、15分ありがとう。そう、仕方ないのは私たちも分かってるから頑張って叫んだつもり。でも君だけがきめいていた終わりのハルピョンはめっちゃ聞こえた、多分言ってくれたかな、分かんないけど、ありがとう。ということで明日もあるのでごめんね。明日は午前中に配信できます、ちゃんとすっぴんだけど配信できますので、またこのまたこの背景でお会いしましょう皆さん。ありがとうございます。
またこの背景で明日の午前中にお会いしましょう。ちょっとそれでは最後にランキングを呼びます。1位サプライズレバーとぴょんどさん、2位イバジュンさん、3位ともゆきさん、4位あわれぴょんちゃんしかさん、5位ピッチャさん、6位こうきあっとしあわせさん、7位サウロンさん、8位たけにーさん、9位たもちゃん TS さん、10位まぼろしさん、11位マジカナバナナと神奈川来て一生ロス、神奈川、あ、神奈川初っ端だったのか。12位みやさるさん、13位ゆうすけさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また明日の午前中この背景でお会いしましょう。それではありがとうございました。本当にメールもさ、お休みメールさ送ろうとしてたのにさ、打ってる途中に時間になっちゃった、ごめん。ということでそれではまたね、ありがとう、バイバイ、おやすみ。また奈良で、奈良の髪型も楽しみにしててね、バイバーイ。